優勝したアウディアール88号車2000年ルマン24時間レースは第68回目の耐久レースであり2000年6月17日と18日に開催された1999年のルマン24時間の後ワークス参戦したメーカーの多数が別の道に進んだ BMW とトヨタは F1 に参戦しメルセデスベンツは CLR の事故後 スポーツカーレースを離れ DTM に戻った。日産も財政難のために撤退した。フランスのプライベーターのペスカロロ、オレカ、ダムズ、ワークスではアウディとパノスだけが前年から残っており新たにキャデラックが加わった。日本からはチーム協とテレビ朝日がタッグを組み、 TV 朝日チームドラゴンとして2大体制で臨んだ。マシンはパノス LMP-1 ロードスター S。またチーム対戦が LMGT クラスにポルシェ 911GT3R で参戦した。アウディが LMP900 クラス、アウディ R8 で1から2から3位で表彰台を独占し、アウディとトム・クリステン戦の2つの記録の始まりを示した。 日本の TB アサヒチームドラゴンは総合6位と8位だった。LMP675 クラスはマルチマチックモータースポーツがクラス優勝。マシンはローラ B2K40、エンジンは日産の VQ30 をベースとした野生。LMGTS クラス優勝のバイパーチームオーレカが総合の位で、クライスラーバイパーでの333ラップは 今までの最高周回収でゴールした。しかし新たなライバル、コルベットレーシングのコルベット C5R とのクラス内での競争が激化していた。LMGT クラスはチーム第3のポルシェ 911GT3R がクラス優勝を達成した。2000年ロルマン、ありがとうございます。